22歳ダニエル・マルディーニ、ソフチチに続きイタリア代表選出。モンサのダニエル・マルディーニ22、ソフチェイザレ、チチパオロに続きイタリア代表に選出された。マルディーニの息子が代表に呼ばれてるけどモンサで頑張ったんだな。じいさんは代表監督、親父のパオロ・マルディーニは誰もが知ってるミランどころかイタリアサッカーのレジェンドディフェンスだけど1個はフォワードで代表か。ガッピアしか目に入ってなかったけど、ダニマルもちゃんと呼ばれてる。マルディーニ家3代みんなアッツーリってえぐいよな。アッツーリーニのアッツーリユに購入確定してしまった。3代連続で同じ国の代表に選ばれた一家ってマルディーニ家以外にいるのかな。ラウドルップはかなり惜しい。父は代表、一番有名なラウドルップ兄弟ももちろん代表、ミカエルの息子は世代別の代表には選ばれてた。グジュンセンはマルディーニよりも早く3代連続でアイスランド代表に招集されていますね。みんなが知るグジュンセンのおじいさんも呼ばれているなら4代です。マルコス・アロンソはおじいちゃんから3代スペイン代表ですよ。なお今回のイタリア代表メンバーはこちら。今回のイタリア代表はディフェンスにガッピア、ミッドフィルダーにトナーリ、フォワードにマルディーニとミランに関わりある選手がそれぞれいて嬉しいし、あとはゴールキーパーにもいれば完璧だったんだが、もうロカテッピは呼ばないんだろうな。マルディーニ入ったの熱い。イタリアのゴールキーパーエグない？ドイツ並みに充実してる。マルディーニという名がアッツーリにある幸せ。